見る。なんか後ろに。なんで？そっちが坂だから。変な音だ。どっかの部族の中こっちこっち。いやでも。え、めちゃくちゃ。この感じになったらそうですね。慣れないスキーに悪戦苦闘の尾関。少し傾斜のあるところに行ってみると、ちょっと行ってみる。え、ちょっと待って、怖いのか最初は。めっちゃ怖いですよ。面白い。え、これどうやって立つの？え、こうやって、ちょっと待って、一回こうなって、あ、そうそう、そっち側にガッ、左手をガッてやって、ダメかな。でも最初みんなこんな感じになっちゃうだろうね。そうですね。かわいい。丸まった尾関が滑ってくる。その後も何度も転び、まともに立つことさえできず、さらに、ね、待って、チャック全開。めっちゃ爆笑。チャック全開。チャック全開。これはやばい。これはやばいですね。アイドルで。ただ大関だから本当。この後傾斜を転がるように進んでいき。ちょっと待って、クソ怖い。はい、膝曲げ。あ、待って。だいぶ寄ってんなら。真ん中に大関しよう。めっちゃ頑張って、マジ汗だけ。よし、こうやって右にめっちゃ体重をかけて。おお。ああ、あ、右右右右。面白い。天然のドッキリエースじゃん。これまで運動神経の欠片も見せることがなかった尾関、やはりスキーを滑るのは夢のまた夢なのか。